今日の日付は12月14日、2018年です。ライトオブデアクティベーション125回目のライブログです。ですね、今日はこの前に、政治さんのヒーリング、プレアディアが入っているので、ちょっとこの後、趣が変わるかもしれないですね。とりあえず、いつものように、呼吸はゆっくりと、長く、深く、背骨はまっすぐに伸ばし、頭はやや上に首に引っ張られ、両膝と尾骨をつなげた底辺三角形の中心から見えない光の柱を立てて、背骨は伸ばしたまま、頭は上に引っ張られたまま、顎は上向きで、若干ボディを前向きに。で、額がその目に見えない光の柱に触れるか触れないかのところでエネルギー的にぐっと強くなる箇所があるはずです。そこに可能な限り、ステイしてください。反応ですが、苦しいところはもう徹底的にスルーして、意識を遠くに離して自分を聴管で遠くで眺める感じ。反応、リアクションなので、単純なリアクションなので、そのリアクションに落ちていかず離れて、そのリアクションの状態がこう、どっちにしても変わっていきます。ただの反応なので。で、反応が変わっていくのを眺め続けるだけで構いません。で、ポジティブな反応の場合、温かいとか気持ちがいいとか嬉しいとか楽しいとかの、そういうポジティブ系のところに意識を合わせ続けてた方がいいですね。で、ちょっと待ってくださいね。ですね。まず、自分の頭の上のステラーチャクラ、もう漠然としても構いません。わからなくてもいいです。ステラーと思ってたらいいです。ステラーのところに意識を上げて、ステラーのところがダーッと光ります。ドーム状に、ドームの内側、ステラーがドームの頂点で、ドームの内側の頂点のところがダーッと光り始めますと。色はもう、白でも見えるって、思い浮かぶ色で構いません。多分、白っぽく見えると思います。ステラーのドームの上部がだん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 ドーム状に光りますと、そこからゆっくりゆっくり、そのドームの光ってるところで、波動が、密度が上がりますと。ドームのステラー、ドームの頂点のステラーディスクのところからまっすぐにピューッと、シルバーコードが入ってますと。シルバーコードがまっすぐに降りてきて、頭の頂点も降りてきて、体を通って尾骨のところも通ってまっすぐに降りて、地球の中心までつながりますと。イメージ的には地球の中心から自分のボディにダーッとまっすぐの線があって、で、頭通り、ステラーディスクを通り、その上の方をどんどん通って、上から上はグラデーション的に薄くなるので構いません。どこにつながっているかも考えなくてもいいです。だから、ステラーディスクとドームの上部がどん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 こう、波動が上がりますと。人によってはステラーディスクのところがこうぐる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 回転するように、映像が入ってくるかもしれませんが、自分で作る必要はないです。眺め続けてください。このステラーディスクの裏面ですね、下面、下の方にも同じようなディスクがあるわけです。アースディスクって言っておきましょう。じゃあ、ステラーの代わりにアースディスクというふうに名前をつけちゃいます。アースディスクのところも、エネルギーが挿入されます。緯度が違っているように見えるかもしれません。アースディスクのところまだこうフュージョンされてないみたいなので、アースディスクをまず認識すると、漠然としては構いません。多分なんか上から下を見てる感じです。なんか自分の下の方にちょっとディスクのようなものが見える感じっていう配列で入ってくると思います。
もしれませんが、はい、アースディスクも、はい、スイッチエネルギー入れてくださいと。ああ、それまでだね。これって、あの、ステラーの方から、アースディスクの方に、ドーム上にエネルギーがゆっくりゆっくり降りていって、多分そのアースディスクの方にこう、届き始めたぐらいで、多分エネルギーが、数値が多いんだと思います。まだオンにな、まだ降りていってないんで、はい、上のアース、ステラーディスクに意識を当てて、はい、どん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 フュージョンしなさいと。どん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 広げなさいと。焦らずにゆっくりゆっくりゆっくり、その、ディスクのドームの上の方が下の頂点に向けてゆっくりゆっくりフュージョン続けなさいと。もうちょっとですね。部分的に、あの、360度なので、部分的にもう、アースディスクのところにもエネルギー入り始めてるので、時間の問題で全体的に。人によっては、あの、ライトボディの外側が、こう、螺旋状にぐるっと動き始めるような感じが始まるかもしれませんが、気にしない。で、とにかくフォーカスは、はい、アースディスクにエネルギーどん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 もう、注ぎ込みなさいと。人によっては、そのアースディスクの部分的に光り始める、もしくは部分的になんていうか分厚くなり始めるっていうんですかね。こう、今までの状態から次のステートの状態に見え始めるかもしれませんが、例えばアースディスクのインフュージョンを始めなさいと。人によっては、ボディ全体的にエネルギーがガンガン作れ始めて、ちょっと熱い状態になる方いるかもしれません。まあ、気にしない。とにかく、アースディスクのフュージョン、どん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 進めなさいと、スイッチオンにしなさいと。人によっては、そのドーム上、上のアースディスク、あの、ステラードームの上の方で、下の方のドームは、まあ、上向きドームですよ。だからまあ休憩 の, そのカプセルみたいな感じにこうなるわけですが、自分のライトボディ の, その、まあ、カプセルの休憩カプセルの外側のところがこうエネルギーがガーッとこう動き始める感じに映像が入ってくるかもしれませんが、もう眺め続けてください。自分で何かをする必要はないです。とにかくステラーディスクとアースディスクのフュージョンを続けなさいと。トロイドのエネルギー的にトロイドが螺旋の動きが多分ゆっくりゆっくり作られていると思います。人によってはあの細い線の螺旋のこう渦巻きみたいなものがこう作られ始めるように見えるかもしれないですね。自分で何かをイメージする必要はないです。眺め続けてください。とにかくもうステラーとアースディスク、ステラーディスクとアースディスクのフュージョンもエネルギーどん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 充電してどん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 あのフュージョンしなさい、続けなさいと。体積的にとても大きいので、あのこうゆっくりゆっくりこうあの変わっていく感じ、そんなに一気にイメージ的に変わらないと思います。出てきたり消えたり動いたりあの角度見えたりとかすると思いますが、気にせずに、とにかく、はい、ディスク2つ、はい、ステラディスク、アースディスクのフュージョンをどんどんやり続けなさいと。止めるなと。でとにかくそのディスあのあの
ドームのスフィアのところ、スフィアというか、まあ、休憩のところを、はい、全体的にどん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 活性化しなさいと。上ドームと下ドーム、どんどん活性化して、ディスクのフュージョンガンガン続けなさいと。ハートのところでちょっとこうビシビシ痛い感じの方でいるかもしれませんが、気にせずにエネルギー的にもっとこう全体的にエネルギーが作られるのが分かる感じになる。なんかどんどん続けろと、あとエネルギー作り続けなさいと、増やし続けなさいと、ディスクのフュージョン続けなさいと、ステラディスク、アースディスクのフュージョン続けなさいと、どん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 アクティベートしなさいと。で、ステラディスクとアースディスクのこのドームの外側のエネルギー的に接続っていうか、エネルギーでこうコンセンサスを持たせ続けなさいと、つなげなさいと。はい、外、あ、ディスク、ドームの上ドーム、下ドームから出てるエネルギーのドームのところの2つのこのドームの波動を強調させてつなげなさいと。で、トロイドをどん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 作れと、トロイドのストリームをどん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 作りなさいと指令を与えて、もう眺め続けて。人によってはエネルギーが全体的にこう自分の周りで作られ始める、もしくはこう馴染み始めるというんですか、部分的ではなくて全体的に作られ始めるのが分かるかもしれないです。はい、とにかく、はい、ステラディスク、アースディスク、どん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 活性化してアクティベーションして、どんどんエネルギー作り出せと。で、上ドームと下ドームもどん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 エネルギー流し込んで、合体が。シンクロさせてコンセンサス持たせなさいと。で、トロイドをガン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 作り始めろと。人によってはトロイドの流れが右回転、左回転、2つの流れが見え始めるかもしれないです。これ、いくつ層になってるようになって、ちょっと同時に同じ外側のレイヤーのところで上なんか重なるように。右回り、左回り、もしくはもうちょっと別の動きとかも見えるかもしれませんけど、はい、とにかくトロイドの外側のトロイドをどん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 作れと。はい、ステラーディスクとアースディスクをどんどんシンクロさせなさいと。同じ密度とかも同じボリュームぐらいになるまでガン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 続けなさい。人によってはハートのところの周辺の安堵感とかエネルギー的な状態がより安定する感じになるかもしれないです。だからハートのところでもちょっとこうクリアリングとかちょっと苦しいかなと感じる方は、はい、背骨はまっすぐ、はい、で、でも歪んでる感じのところを、はい、どん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 まっすぐに処理しなさいと、作り直しなさいと。ステラーディスクとアースディスクをつなげている軸があるんですが、スーパーコード、はい、頭の上のステラーディスクとボディの下のアースディスクに軸が通ってますと。で、横から上から前から見たときに、そこにダイヤモンド、トランプのダイヤモンドシェイプ、丸の中に縦線が入っていて、前から見る丸いっていうその外枠のフレームですね、で縦線を入れました。で、その縦線のに沿ってトランプのダイヤモンドシェイプ、ちょっと縦長的に、横幅は直径の6分の1ぐらいかな。7分の1、6分。ちょっと細長なダイヤモンドシェイプができますと。で、そのダイヤモンドのところにもエネルギー、その外枠にどん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 エネルギーを入れなさいと。表現するの難しいんですよね。で、
そのダイヤモンドが回転し始めて、その球体球形の中に上円錐三角形上向き下向きで割ってダイヤモンドシェイプになってそこのその立体ダイヤモンドのところにどん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 エネルギーどんどん落とし込みなさいと。大きさ的にはかなり巨大なので、ですね、多分、円、前から見た時の円の、自分の身長の比率的に、かなり大きいものなので、ちょっとなんとも言えないですけど、どのくらいですかね。16分の1ぐらいかな。かなり小さいです。ぼじっとしますけど、だからかなり大きいものなんですが。はい。とにかく、はい。やはり、ステラーディスク、アースディスク、どんどん、もうどんどん活性化しなさいと。どんどんエネルギーもう注ぎ込め、作れと。はい、どんどんエネルギー作れと、どんどんエネルギーも引っ張り出せと、でトロイドをどんどん活性化させなさいと。ある意味個人的な宇宙船の構造構築だと思ってもらっても構いません。丸い形の宇宙船が自分の外側に出るな、そうみたいな、圧倒的な。はい、とにかく、はい、ステラーディスクとアースディスク、はい、どんどん今エネルギーフュージョンし続けろと。ちょっと汗が出るぐらいまで頑張れとは、その自分の体の中で汗がダーッと出てくるぐらいまでガーッと頑張ってみなさいと、ちょっと指令を与えてみてください。はい、エネルギーどんどん作りなさいと。でトロイドをどんどん活性化させろと、回転させ始めなさいと。で、このスフィアの、スフィアっていうかそのドームの中で、プラットフォームは構築され始めるんですが、ですね、これ私も説明するの難しいんで、プラットフォームをどんどんもう作り始めろと。これは私は説明できません。自動的にプラットフォームを作れと。幾何学的な、ジオメトリックっていうか、立体的な、なんていうんですかね、多重レイヤー の上向きピラミッドと下向きピラミッドの立体版が、こう、作られ始めるんですが、その何重にもわたって数え切れないぐらい。で、これは説明するの大変なんで、ですね、難しいですよ、ね、どう言うんですか。まず金色の棒をイメージして、横で横線の棒をイメージする。その間にそれをこれをやっちゃうので、外側 のドーム、上ドーム下ドーム、ディスク、ステラーディスク、アースディスクに意識を戻すし、はい、どんどんやり続けろと。もうガンガン続けなさいと。中断せずに作り続けろと。で、ちょっと指令を入れ。で、頭の中で金色の横の棒をイメージしてください。サイズ的には肩幅です。自分の目の前に肩幅の金色のエネルギーの棒が出てきます。で、その金色の棒をコピーして、右上、で、もう一個コピーして、左上、で、さあ、正三角形を作ってください。はい。自分の目の前に、金色の棒でできた正三角形が浮かんでいます。はい。これをもう一個コピーして、それを横に、こう、90度、だから、ピラミッドを使う感じ。下が四角形、で側面は三角形のエジプトのピラミッドの棒でできてるバージョン、ね、はいはい、金色の棒でできているピラミッドが目の前にありますと。上から見ると十字に見えるはずなんですが、下から見るとやっぱり十字に見えるか、棒なわけですから、
面じゃないですか。棒です。面ではなくて棒です。面で選ぶのは、棒、フレームがあり、フレーム、その線、棒でピラミッドができてます。その線の棒は金色です。36金ぐらい。ちょっとトロイドがちょっとエネルギーを作る。はい。もう一遍ディスク。はい。ステラディスクとアースディスク。地球合わせ。はい。ドーム。はい。ちょガンガンエネルギー作れと。はい。トロイドどんどんどん作り続けろと止めるなぁと。ちょっと待って。エネルギーがガーッと落ちてきたらわかるはずなので、落ちちゃうと困るのね。落さずに、はい。どん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 エネルギー作れと。もう一遍どんどんスピン上げろと。もうスピンし続けろと。はい。でもはい。もう一遍頭の中で、フレームのピラミッドに戻り、はい。上向きピラミッドができましたと。上向きピラミッドのフレームをコピーして、今度は下向きに変えてください。で、それをピラミッドの真ん中で合わせ、前から見ると6房星。横から見ても6房星。後ろから見ても6房星。だから、上向きピラミッドと下向きピラミッドの棒、フレームバージョンが浮かんでますと。で、これがワンセットなわけですが、ね、まあ、それで、とにかくワンセットで、上向きピラミッド、下向きだから、マカバの立体版というんですけど、マカバじゃないよ、ね。マカバとは言わないか。だから上向きピラミッドと下向きの合体バージョン、これ名前なんていうかわかりませんけど、はい、このフレームの、はい、金色の棒のところをどん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 フュージョンしなさいと。で、立体的にどんどん作れと、もう漠然としてきれいにイメージできなくてもいいです。だから漠然と頭の中で上向きピラミッドのフレーム、下向きピラミッドプレートの人フレームで、フレームは金色の棒でできる、エネルギーの棒でできてますよと。もうちょっとこうメタルな感じ、金よりも。はい。で、それが、大きさ的には肩幅で作ったんですが、まあいいや。そのピラ、上向きさん合体バージョンの中に、自分のミニチュア版を、上と上の頂点と下の頂点の高さの20、やっぱり16分の1ぐらいか。16分の1ぐらい。ちょっと小さめ。かなり小さめの中に自分のミニチュアが入ってますと。で、そのミニチュアのところを自分の意識を自分のミニチュアに入れて、自分のミニチュアバージョンからその自分の空間の外にある上向きピラミッドと下向きピラミッドのフレームをなんとなく把握してください。決めイメージできなくても構いません。漠然と。漠然とで構いません。またちょっとエネルギー作れと。トロイドはエネルギーガン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 作り続けろと。落とすなとスピン続けろと。ちょっと汗が出るぐらいまで頑張れと。はい、どん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 作れ。スピン続けなさいと。トロイドガン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 フュージョンし続けろと。ちょっとこれが止まると困るんで。はい、とにかく、はい。で、はい、また頭の中でピラミッドに意識を戻し、はい。はい。フレームのゴールド、金色でできてるフレームのバーのところですね。エネルギー棒の棒のところでフレームにどん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 エネルギーをこう、もう注ぎ込めと。で、ちょっと、36金、ちょっとメタルな感じでガンガンエネルギー入れろと。人によっては自分の頭の中のイメージで自分の目の前で縦線とかで斜め線とかがガーッとこう見始めるかもしれませんが、自分で作る必要はないです。眺め続けてください。これを私は説明できません。言葉で。とにかく、はい、どんどんエネルギーをどんどん注ぎ込めと。人によっては、この上向き三角形と下向き三角形のピラミッドのフレームのところが回転するように見えたり、もしくは、増えていく感じってですかね。コピーされて、どん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 、多重的にこう、膨らむ感じっていうんですかね。に見えたりするかもしれません。が、もうこれを自分で作らずに、もう任せちゃうと。プラットフォームをどん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 作れと。多重的に、レイヤーの、その、プラットフォームっていうか、その、中の、なんていうんですかね。結晶化っていうんですかね。
面ではない、何度も言います、面ではないです、線です。この線の、線でできて、ゴールドの線でできてるピラミッド、上向きピラミッド、下向きピラミッドを、どん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 コピーして、デュプリケートして、どん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 、作り続けろと。で、立体にし続けろと。で、人によっては、一部分だけがガーッと強く立体的に見え始め、その他のものはなんかこう、薄い影のようにガーッと移り変わるように見えるかもしれませんが、自分で何かをイメージする必要はないです。もう自動で作り続けろと。密度を上げ続けろと。結晶化させ続けなさいと指定を与えてください。人によっては、それでも三角形の面のところがガラスのように光が入っているように見えちゃったりするかもしれませんが、気にしない。イメージ作らずに眺め続けてください。ポイントは自動で作り続けなさい。はい。で、もう一度ディスク。はい。スラーディスクと、アースディスクに戻って、はい。インフュージョン、フュージョンどんどんどんしなさいと。で、トロイドをどん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 スピンさせ続けなさいと。エネルギーもみんなからガンガン使うんで、どん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 作れと。作り続けろって作り続けたものを、上向きピラミッドと下向きピラミッド、プラットフォームの構築にどん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 使いなさいと。はい。どんどん作って、どんどん使って、どんどん作れと。構築し続けなさいと指令を与えてください。あとは眺めているだけ。で、エネルギー的にだーっと熱くなる、汗が出るぐらいのところを維持しろと。はい、エネルギーがちょっと落ちてきた感じがしたら、上、ステラディスクとアースディスクとトロイドに意識を合わせて、はい、ガン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 持ってエネルギー出せ、作れと。で作ったらどん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 ピラミッドの構築に使えと、中のプラットフォームの構築にどん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 使えと指示を与え。はい。で、どんどん作れ。はい。どんどんエネルギースピンしろ。はい。作れ。結晶化しろ。作れ。エネルギー出せ。回転しろ。これをしばらく続けてください。これ、どこかでもかなり前にベースは入っているので、より具体的になるようにどん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 作れと、もう多次元的にガン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 作りまくれと、人によっては肘の周辺とかでも反応ができるかもしれませんが、はい、どんどん作れ。で、背中とかが暖かくなっても気にしない。ではどんどん作れと。人によって、あ、もうとにかく汗が出るぐらいを維持し続けろと。エネルギーどんどん作って作って作って作りまくれと。作ったエネルギー使ってどん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 結晶を化し続けろと。プラットフォームを作り続けろと。一体化し続けなさいと。もう地で与え続け。で、とにかく、はい、エネルギー作れ。はい、結晶化を続けなさい。エネルギー続け。スピン続けなさいと。トロイド頑張って頑張って、どんどん頑張ってエネルギー出せと。で、縦軸、背中のボディ、背中の背骨のところにとか、どん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 、なんていうんですかね、安定してくる感じ、もしくは落ち着く感じが始まってる方は、それでもまだ、歪んでるっていうか、湾曲してるところがあるんですが、違和感を感じてるところは、エネルギー、まだできるかな。はい、そこもどんどん整えて、もういらないものをまっすぐにしろと。きれいにしろと、整えなさいと。で、ステラーディスク、アースディスクに持って意識を戻し、はい、光れと、フュージョンしろと、スピンしろと、スピンして、上ドーム、下ドームのトロイドもスピンさせ続けろと、エネルギーガン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 流し続けろと、ステラーディスクと、アースディスク のコンセンサスのシンクロニシティ、シンクロをどん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 続けろと、とにかくマッチングしさせ続けろと。このくらいまでいけば、でもまだいけるか。ショートするようなことはまだないと思います。全然余裕でしょうね。こんなん多分10分の1もいってないでしょう。はい、もっと作れと。
上の方のステラディスクがこう金色っぽく見えちゃったりするかもしれませんが大丈夫です。人によってはプラチナゴールドのような光に見えるかもしれませんが、はい、上のステラディスクどんどん光れと、はい、アースディスクも頑張って追いつけと。これも人によって状態違うと思うので、どこまでライトボディを進めてれば見えると思いますが、ついていけない方はもう最初から徹底的に綺麗に何度も何度も再生してください。ちゃんとやってる方はちゃんとできてるはずです。はい、ステラディスクどんどん作れと、そして、はい、アースディスクどん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 頑張れと、フュージョン続けなさいと。人によってはアブドメン、お腹のところですね、で温かさがより立体的になると思います。はい、どんどん作ってどんどんフュージョンしろと、もう汗が出るぐらいまで、汗がにじみ出てくるまで頑張って作れと。はい、プラットフォームをどんどんもう立体化させろと、結晶化させてどんどん立体的に作り続けろと。ここは分かんなくていいです。もう私たちの理解を超えてる世界だから、メンタルソリダーって無理なので、もう自動的に設計図に沿って作り続けろと。で、ボディのところでまだ茹で上がってないとか、クックされてないところね、だもうクッキングが始まっても、かなりエネルギー的にもうダーッと熱、エネルギーが体の中から出てき始めてる方は、クッキングが始まってる状態ですが、クッキングが始まってる時にクックされてないところね、ほどけてないところ、はい、ほどけてないところもクッキングを始めなさいと、ほどきなさいと、どん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 エネルギー通して湯気が出るぐらいまで頑張って通せと、はい、クックし続けなさい、エネルギー作り続けなさいと、はい、クックされてないところもエネルギー通し続けなさいと。人によってはちょっと感情的になれば上がってるかもしれませんが、もう徹底スルーしてください。はい、どんどんクッキングして、あんまりいらないものを、はい、冷ますからどんどんクッキングして、どん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 もう溶かして薄くして、湯気のように成長させなさいと。はい、クッキングを続けなさい、エネルギーどんどん通して、もうどんどん通して柔らかくして、もう蒸し焼き状態にしなさいと。で、自分のボディの全体が同じようなクックの度合いって、ちょっとエネルギー起きてきましたね。はい、上のディスク、はい、ステラーディスク、はい、アースディスク、光れと、フュージョンし続けろと、はい、スピンさせ続けろと、はい、トロイドをどん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 アクティベーション持ってやれと、エネルギーどんどん作れと、まあ、注ぎ込め、フュージョンし続けなさいと。はい、作れ、はい、ディスクに、はい、上のディスク、はい、頭の中で、はい、ステラーディスクとアースディスクのこの2つを同時に意識して、はい、この2つのディスクが同時にスピンしますと、上のスピンが右、下と上とスピンの仕方が違うかもしれませんが、右回り、左回り、気にせずにスピンし続けろと。で、ディスクを頑張って、もう頑張って頑張って頑張ってエネルギーをフュージョンし続けろと。で、上向きドーム、下向き下のドームと、上のドームのトロイドをどん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 エネルギーに流し込めと。もう一遍バックアップしろと、急にエネルギー来ますよね。どんどんバックアップしろと。エネルギーが落ちたら分かるはずで、ダーッと落ちていくから。とにかく、はい、はい、ステラーディスク、アースディスク、エネルギーどんどん作りなさいと。安定させる、割ってくるまでガンガンやれと。うん、ディスクのところは、まあいいや。はい。プラットフォームのところ、でもかなりエネルギー入ってると思うので、作り続けようと思う。プラットフォームはちょっと進めなさいと。自動で進めなさいと。でもフォーカスは、もうだからエネルギーがないと構築できないんで、はい、ステラーディスクとアースディスク、はい。どんどんエネルギーガンガン回して、ガンガン出せと。で、下の上のドーム、下のドーム、はい、
どんどんもうトロイドエネルギーガンガンスピンさせろと、でそこエネルギーに流し込み続けろと、フュージョンし続けろと、やはりエネルギーだーっと作れ作って作って作って、もう一遍密度ガンガン上げなさいと。汗が出るぐらい頑張って頑張って作り続けろと、もう自分のボディの中で汗がガーッと出てくらいまで頑張って頑張って作り続けろと、もうちょっとここはプッシュするしかない、プッシュしなさい、ガンガン作れと、エネルギーどん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 作って、もうどんどんクッキングを続けなさいと。で自分のボディのところで滞り、まだクックされてないところが感じるところ、はい、かそこで、はい、ここにあります、ここにここ頑張っていってコッキングしろと、ちょっと痛い方いるかもしれませんが、もう気にせずにもう慣れてください。先に進みたい方は、先に進みたい方はもう気にせずにスルーしちゃって、はい、そこに入って、そこに刺さってるものをどん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 溶かして、もう引っ張り出せと、崩せと、いりませんと、でとにかく、はい、クッキングを続けなさい、エネルギーどんどん続けて、もうどん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 作って作って作って、クッキングを続けなさいと。はい、ステラーディスクとアースディスク、同じようにシンクロしなさいと、人によっては第7チャクラのところでダーッとインテンシブになると、こう、エネルギー的な強い反応が出てくるかもしれませんが、これも慣れてください。まだ部分的なので、こんなのちょっとでしょう。もっといくわけです。はい、はい、ステラーディスク、アースディスク、頑張ってスピン続けて、エネルギーどん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 注ぎ込め、フュージョンし続けろと。トロイドをスピンさせ続けろと、トロイドをもう活性化し続けなさいと、もうまだまだパーマネントになってないですよ、だいぶ上がってきましたけど、もっと行きなさいと、安定するまでどんどん作れと、で流し込み続けろと。で自分のボディでクックされてないところね、違和感を感じるところ、こう綺麗に溶けてないように感じるところ、と反応とかでこういろいろ高く出てくるかもしれませんが、そこを認識したら、はい、そこをクックしろと、でもエネルギー通せと、茹で上げろと、どんどん柔らかくして溶かし続けなさいと、エネルギー通し続けなさいと、クッキングを続けなさいと。特に首の周辺、肩の周辺、ハート、腰椎上部、頸椎下部のところ、あとは股関節の周辺とか、あとは足首の周辺とか、あとは肘とか手首とか、人によってバラバラだと思いますが、エネルギーが通ってないところ、クッキングがうまくこうクックされてないところ、どんどんクックし続けろと。はい、湯気が出るまでクックし続けなさい。はい、上のステラーディスク、はい、下のアースディスク、どんどんエネルギー作って、どんどんトロイドのところにどんどんエネルギー流せと。どんどんエネルギー作ってクッキングを進めなさいと、同時にプラットフォームの構築も進めなさいと。もうプラットフォームの構築も自動でやれと。もうそこに意識がいっちゃっても、もういい。多分、説明できないし、皆さんも多分何が起きてるのか分かってないと思う。だからもうプラットフォームは作り続けなさいと。とにかくポイントは、はい、ボディのクッキングを続けなさいと、エネルギーをどん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 通して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 、茹で上げろと。はい、はい、柔らかく、もうボディがこう、もう本当に茹で上がるぐらいまで、どんどんエネルギー通し続けろと、いらないものをどん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 溶かせと。
今40分ですね。あと5分ぐらい頑張ってしていただきたいですね。40分だと45分ぐらい頑張って。あと5分ぐらい頑張ってクッキング。はい、まだエネルギー落ちてきましたね。はい、ディスク、はい、ステラディスク、はい、アースディスク、どんどんスピンしなさい。というか、アースの方が弱いのね。ステラ、上の方は何度か出てきてるので、通ってる方多いと思います。下の方は、登場何度もしてないんで。はい、上、ステラ、アースディスク、はい、シンクロさせてエネルギーもどんどんシンクロさせろと。で、フュージョンさせ続けろと。コネクション作り続けろと。でトロイドを接続し続けろと、スピンさせ続けろと、もうそれを考えてるだけで、イメージなんかしなくて、ね、考え続ける。インテンションを入れ続けてる。はい。ステラーディスクとアースディスクをアクティベーションして、フュージョンを始めなさいと。で、ステラーディスクとアースディスクをつなげているトロイドをスピンさせ続けろと。そのトロイドにエネルギーをガンガンもう音流し込めと。で、どんどん流し込んでく、エネルギー作り続けろと、それだけあと5分間。はい。ディスクにエネルギーをどんどんもうフュージョンしろと、フュージョンリアクターのようにガンガンエネルギー作れと、はい。ステラーディスクエネルギー作りなさい、スピンしなさいと、光りなさいと、アースディスク、はい。エネルギーをフュージョンしなさい、エネルギーガン引っ張って作りなさいと、でトロイドの上のドームの中にどんどん注ぎ込め、流し込めと、はい、上のディスクどんどんスピンして、はい、下のディスクとシンクロしなさいと、トロイドでつなげなさいと、スピンで螺旋のエネルギーの上でどんどんつなげ続けろと、で下のディスクから上のディスクにもう螺旋でどんどんエネルギー回転させながらもう接続し続けろと、上のディスクと下のディスクが2つの別のエネルギーの上でこうつながるまでガンガンエネルギーを続くもう流し続けろと、はい、どんどん頑張れ、光れ、動け、スピンしろって、あとこれをあと3分ぐらい、はい、上のディスク光りなさい、はい、アースディスク光りなさい、エネルギーどんどん引っ張り出しなさい、はい、接続させ続けなさい、スピンさせ続けなさい、トロイドをもうとにかくエネルギー通し続けなさいと、はい、汗が出るぐらいまで頑張れと、でエネルギーがダーッと上がってきたらクッキングしなさいと、クッキングエネルギー使っちゃうんで、こっちにしても結構プラットフォームでエネルギーじゃまた落ちてきたし、もうはい、それでは、はい、ステラーディスクエネルギーどんどん使えと、作れと、はい、アースディスクエネルギーどんどん作れと、スピンし続けろと、はい、トロイド頑張って光り続けて回転し続けなさいと、もう回転そのインテンションだけど、もう綺麗にイメージなくて考えなくてもイメージなくしなくていいです。インテンションだけで、はい、もう回転しなさい、トロイド頑張りなさい、はい、アースディスクとセラーディスクガンガンフュージョンリアクションしなさいと、エネルギーどんどん作って流し込めと、エネルギーどんどん作って突っ張り出してどんどん作り続けなさいと、はい、クッキングも続けなさいと、あと1分ぐらいですね。はい。ディスク、もう一遍ガンガン引っ張り、光りなさいと。はい。ステラーディスク、アースディスク、エネルギー、どんどんフュージョンリアクションして、どんどんエネルギー引っ張り出せと。はい。で、トロイドにエネルギー、どんどん流し込めと。エネルギー、どんどん注ぎ込めと。ここまで作れるようになれば十分だと思いますが、でもまあクッキングがきれいにクッキングされてないのって、これはですね、まあ、何度も言うならクックされなきゃいけないのね、そのサマスカラっていうかエネルギー体のところがどんどんクックされて、溶けて薄くなり、その自分のボディの中で違和感がなくなるとか、もう全部通り、もう完全に通ってクックされちゃうまで、湯気が通っちゃうまで。で、
それがなくなればなくなるほど、まあ、柔らかくなるというか、全体的に、で、これは、細胞レベルとか、骨レベルっていうか、物理次元の、多分、中性子レベルとかって言ってますけど、とにかくクッキングを進めなさいと。で、通れば通るほど、エネルギーが通って、そのクッキングが進めば進むほど、なんていうんですかね、浄化とかいうレベルではないですよね。初期化の状態、もう、どん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 消されている状態じゃないのか、で、とにかく、細胞レベルの、記録っていうんですかね、結晶になっちゃうわけですよ。記録が結晶化するのディスク、ボディそのディスクになっちゃうんですよ、最初になって。何もしなければディスクになって化石のようになっていくんです。で、ここにエネルギーを通していくと、それがどん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 溶けて、化石にならにくくなるっていうだけの話なんですが。で、とにかく、今までの、蓄えてきた、まあ、結晶っていうか、サマスカラーが、どのくらいの人生にわたってあるか、この人によって、例えば何万年とか、人によっては何千年とか、その意識の年齢によって違うと思いますが、とにかくクッキングし続けろと、ちょっとでももう落ちてきてもいいか、46分で来ちゃってるんで。で、ポイントは、ステラーディスクとアースディスクを頑張ってエネルギーをフュージョンさせ続け、意識をつなぎ続けて、常に自分の意識が数間インスタントに、ステラーディスクとアースディスクにピッとこう接続できるぐらいまで、もう練習し続けるしかないです。これはどこまで意識に落とし込めるか。だから意識がステラーディスクにもパーマネントに接続され、アースディスクにパーマネントに接続され、もうインスタントにピュンと、そこがダーッと光ることの自分の意識の力でダーッとエネルギーを作り始めることができるまで、練習するしかないです、これは。だから何度も何度も聞くなり、再生するなり、瞑想してるときに、誘導瞑想というのは、もうディスクだけに意識を当て、そこもガンガンエネルギーを作れと。それだけで瞑想した方が早いですね。誘導瞑想なんて必要ないと思います。多分、ディスクのステラディスクとアースディスクをどこまで、自分の意識で接続できるかと、操縦できるように、コントロールできるようになるかってことの、この争点は、今のこの段階で。で、とにかくポイントは、例えば5分ぐらいで自分のボディが、エネルギーがどんどん送られ始め、汗が出るぐらいの5分、10分から5分の間に汗がダーッと出るぐらいまで、頑張ることをお勧めします。ここまでエネルギー自分で作れるようになるっていうことですが、で、あとはエネルギー、作れたエネルギーをどう使うかは、まあ、多角的に使うことができますが、ちょっとまたエネルギー打ってるともう落ちても構わないですね、50分なので。はい、何度も言います。ポイントは、ステラディスクとアースディスクをアクティベーションし、ね、そこをスピンさせ続け、フュージョンさせ続け、意識をディスクにつなげ続け、でもインスタントにパッとつながれるようになるまで練習すること。で、これはどこにいようとは意識でできるエクササイズなので、5分であろうが10分であろうが、目標は5分から10分の間に汗がダーッと出るで、もう自分のボディがクック始まるぐらいまで練習することをお勧めします。あとはもう努力次第ですね。この先はプラットフォームの構築になると思うので、これはまた別世界なので、とりあえず目標的には何度も言います。このステラディスクとアースディスクを頑張ってマスターすることということで、ライトボディ的にはまた来週、異星人様ヒーリングは明日もあります。午後8時からです。こちらの時間の。ということで、また明日。